次はですね、はい、スペインの少年サッカーと日本の少年サッカー、どう違うか、うん、まあ、全て違うっちゃ違う、まあ、取り巻く環境がやっぱり決定的に違うなっていうのをすごく思っていて、で日本だと、まあ、スペインからいきましょうか。スペインだとリーグ戦がメインの試合で、でホーム&ウェイでやるので、例えば16チームのリーグ戦だとホーム&アウェイなので30試合公式戦があるんですよね。でホーム&アウェイなので毎週土日のどっちかに必ず1試合があるとっていうのが30回ずっと続く、まあ、途中のクリスマス休みがあったりとか、日本でいうゴールデンウィークの休みがあったりっていうのを挟みますけど、でそれが1年間ですよとでなった時に、例えば8歳からその公式戦、その前って公式戦じゃないんで、まあその地域とかで主催するリーグ戦みたいなとか練習試合みたいになるんですけど、その8歳9歳から公式になった時に、8歳から借り始めて18歳までやるとするじゃないですか。そうすると単純に300試合公式戦戦ってるんですよ。そんな日本人一人でもいますかと。300試合練習試合じゃないですよ、公式戦を戦ったことある日本人高校3年生いますか、うん、絶対いないんですよ。ちなみに日本だとどれぐらい、日本もやっと高校生年代とかってリーグ戦が整備されだしたので年間通してそれでも18試合とか20試合とか年間であったりするんですけど、例えばじゃあそれが強豪校だったら200人部員いますね。間違いなく出れるのは最初の10人ちょっとしかいないから、じゃあ残りの選手たちどうするのっていう問題が出てくるわけです。そのために下にもリーグ戦を作ってってやったり、最近もだいぶ良くなったんですよ。それでもでも8歳の時からそうですかってなった時に、結局試合の公式戦がメインであるのって小学校6年生の時の最後の大会とか、6年生がメイン、次中学校3年生がメイン、高校3年生がメインってなりますよね。そうするとじゃあ中学校2年生の時とか高校2年生の時、1年生の時ってとか小学校4年生の時とかって試合数が少ない、で逆に上になれば極端に多くなったりするっていうアンバランスになってる。それが1年ごとに毎年毎年ずっとそうやって公式戦やってっていうのは僕は本当にいいなと思って、で必ずホームアンダーウェイでやるっていうのは、1回例えばやられたとしたら次この間あれでやられちゃったから絶対やられないように次やろうぜっていう対策を立てられるように自然となるので、サッカーの仕組みとかをこう理解しやすくなるなって思ってて、それが少年、日本の少年サッカーの場合だとこの何時からの試合勝った方と次うちがやりますとかやると対策立てる時間も例えばないし、とか次の日にすぐ試合がありますとか、午前中やって午後やりますってやったらこれ体力的にも重たい、質が下がるわけですよ。だけどスペイン人の子たちは土日のうちのどっちかで1回しかないから、そこでフルパワー出そうって、っていうのが、だから試合数が練習試合も含め詰まって多いなって、日本の場合土日で連戦するし、下手したら午前中から午後までずっとやっちゃうしってやると質自体は下がる、まあ、そこの環境面が、でしかもスペインの場合はルールで24時間以上空けなきゃいけない、1試合やったら次の試合まで24時間以上空けないといけないってもうルールで決まってるんですよ。それは子どもの安全を守るため、だから連戦できないんですよ、っていう風にしてるので、まあ、サッカーってそういうもんだよねみたいな、その環境が違うっていうのが一番決定的な違い。であとはだから移籍ができるわけですよね。簡単にこのチームでちょっとレベル高いから試合出れないなと思った時にそれでも我慢しようじゃなくて出れるところに行こうなんですよ。出てなんぼだから、出て楽しむスポーツだから、別にそれが何部でもいいんですよ。3部でも4部でも5部でも自分の実力に合ったところで試合に出れるところだったら、その5部だったとしたら周りもそのレベルなわけですよ。そうすると言い方悪いけどレベルが低い者同士で、この試合に勝ったら2位になれんぞとか、この試合負けたら降格圏内落ちちゃうぞとかっていうのが楽しいわけですよ。それが毎回10対0で負けますとか20対0で負けますみたいな、全然どっちも楽しくない。でそれを極力ならないようにちゃんとカテゴリー分けされてるっていう、そこまで違うんですね。全然違いますね。まあ、あとは国民に民族性も違うから、
まあ、結構違うなと思ったのは、例えば監督から子供に高校今のこうした方がいいよって言った時に、うん、できねえよって普通に言い返してきます9歳のことができないよそんなのとかって、だって今目の前にできるんだからできるわけないじゃんって普通に言い返してくるんですよ、うん、でその時にもしコーチがいいからやれって言った瞬間に信頼関係は終了です、うんうん、あスペイン人の子供たちも親もあこいつこの監督は分かってないと、うん、ダメだこいつ、尊重してないってことですね、っていうよりはサッカーは分かってない、 あそうなんですか、そこで間違ってもいいから、うん、こうしてとか今のこういう状況だからこうなんだってスパッて言ってあげなきゃいけないんですよ、うん、仮に間違ってたとしても要するに監督の色サッカーこうしてほしいっていうのを明確に提示しないと迷っちゃうんです選手たちが、うんはいはいはい、だからいやどっちでもいいんじゃないとか、うん、ケースバイケースで対応してとか言ったら、うん、はってなっちゃうんですよ、うんうん、だけど日本だと聞いてこないですね、まず試合中にそうやって文句言ってくる子もいないし、あもうみんなコーチのはいはいはい、じゃあ分かってるんですか、はいって言っても全然分かってないじゃんみたいな、うん、とか、うんうん、なんかまあ主従関係みたいになってますね、やっぱり先生と生徒、はい、だけど、うん、僕はスペインで思ったのはちょっとフラットな感じです、うん、どっちかって監督はもちろん上なんだけど、うん、別に選手がすごい下にいるわけじゃなくて、うん、意見どんどん言ってくるし、大人としてまあ年齢違うけど、うん、まあ大人の会話というか、うん、そう意見交換しながらやってるという、うん、本当に違いますね、全然違います、だからこっちが明確に説明しなかったらもう納得しないですよ本当に、うん、納得、そういう経験もあります、あります、あります、その最初の頃なんで言葉が本当分かんないし、だから言ってることは伝わってるんですよ、うん、だけど全然心に響いてないからやってくれないとか、だからじゃあなんて言ったら刺さるのか心に響くのかを考えてやらなきゃいけなくなって、それはまあ大変でしたね、なるほど、ちょっと次の動画にその辺差し掛かってきそうなので、はい、ありがとうございます。